お元気さまです。黒道シュースの平です。えー、本日は481番ということですね。えー、西南学院大学の法学部に合格しましたということで、まあ、教え子が来たんですけれども、まあ、この子は、えー、まあ、鹿児島大学の英判定も取ってるんですよね。あの、リサーチの方では。うん。で、どういうふうにやってきたかっていうことです。どういうふうにやってきたかっいうと、学びエイドですよと。ね、うちで使ってる映像授業ですよと。 でこれをうまく使っていけばですねあのー、本当にもう月額1万円で全教科全科目もう受け放題というものではありますからめちゃめちゃ力つきますでこの子の話をちょっとしたいと思うんですねはい でこの子は学びエイドをま受けていったんですけれども、まあ、どうしてもです、ね、数学科学だけは厳しいなと、ね、文系の子ですからね、しょうがないんですよ、数学科学は厳しいなということで、うちの数学科学を教えている、えー、大学1年生の子ですね、えー、彼に、えー、任せて、えー、週に1回、1時間習わせていました。もうほとんど数学でしたね、科学のほうもまあ大体学びエイドでなんとかなったという感じでした。まあ、基礎ですからね 科学の基礎ですから、まあ、学びエイドをやっとけば、まあ、そうないんですよ。だから学びエイドでカバーしきれなかったのは、やっぱ数学、あの、明前高校の生徒でしたからね、明前高校の生徒ですから、まあ、やっぱ学校でやってるのはめちゃめちゃ難しいんですよ。うんあの神経 久留米大学不高校ですね堀江門や孫正義さんの母校である附施高校でさえも、まあ、やってるのは数件の4ステップぐらいなんですよ。ところが、明前高校で、まあ、この筑後地域でナンバーワンの県立高校ですから、明、ま、治、あ、ンとか使ってるんですね。4ステップのもう一個難しいやつで、えー、数件出版の明治っというのがあるんですけど、あれやってるもんですから、もうさっぱりわからんということで。 まあ聞きに来るわけですよねだから、まあ、そのミュージアンの説明をずっとあの聞かれるままにその、ね、大学1年生の彼は教えておりました。はい、ということで、えー、チャンネル登録 えー、グッドボタン、本当にありがとうございます。もう今、すごい勢いで、チャンネル登録まだゲットと伸びてますね、はいえー。74番の動画ですね、このチャンネルは、74番の動画が一番再生回数が多くて、8264回というふうになっております。で78番の動画が今、勢いがあってですね、2202回ということで、もう40%後をいっております。39.8%の視聴維持率。 もうこれ30%台でもすごいんですけどね、40%までいくとしたらめちゃめちゃです。でも最近チャンネル登録者数、だーっと毎日のように入ってますんでね、もうチャンネル登録やグッドボタン、本当ありがとうございますね。はいということで、えー、今入会希望とかお問い合わせとかいろいろ来ております。でもう定期テストが終わったら来ますみたいな感じで、すねかなりあの意識の高い生徒さんたちは集まってきています。この子もそんな感じだったですかね、高校2年生の今ぐらい、2月ぐらいにちょうど入会してきたと思います。あの 前の通っていた塾さんをですね、やめてっちな感じで来たんですよ。はい、ということで、3分経ちましたので、今日の内容を入っていきましょうか。はい、というわけで、その、えー、西南学院大学の法学部に合格したという生徒ですけれども、まあ、A 日程の方はだめで、F 日程の方で合格しています。 でこなん、ね、でなのかというと、傾向が変わっていたんですよね、今年英語の傾向が変わっててで、英語が苦手な子でしたから、まあ、英語が傾向変わっていたから、あらということで、英日って先に受けてみたら、もうちょっと慌ててしまって、うまく解けなかったと。 それ反省点で数日後に行われたその F 日程ですね。あ、は、と、い、で行われた F 日程の時には、ちゃんと作戦を立て直して、あまあ、過去問集にあったような、その西南学院大学の英語の入試問題とは違うんだということで、F 日程の時にはちゃんと英語の問題が解けましたというふうに、まあ、彼女は言ってました。はい、ということで、まあ、彼女はですね、えー、鹿児島大学の A 判定も取ってきてますので、まあ、これから国立大学受けに行くと思います。 で福岡大学学の法学部は3つつけて3つとも受かってます、はいということで、まあ、この子はですね、まあ、明前高校に合格させてくれたその全国展開の公文とか名工技塾みたいな感じのです、ね、全国展開やっているえ塾さんに通っていてさすがやっぱりあの、まあ、どうなのかなというふうに私も思ったんですけどね、公、う、文、ん、さんとか名工技塾さんみたいにその歴史のあるような。 ところじゃないもんですから、全国展開はいいんだけれども、どうかなと思っていたんですけども、ちゃんとあの高校に。 名前高校にですね、この地区5区80万人の頂点に立つようなですね、えー、高校に合格させてくれてたんで、まあ、すごくいい塾さんなんだとは思うんですよ、全国展開でですね。ところが、ところその高校1、2年生の時に、彼女が名前高校の,その英語とか数学とかの宿題とかこう持って行ったりしても、全然教えてくれないと、でも赤点ばっかりみたいな感じになってた赤点じゃなかったのかもしれんけど、赤点近くぐらいのですね、もうボロボロの状態の、ね、 もう何もしてくれないというような状況でやっぱり高校受験にとっては素晴らしいんだと思うんですけどもう高校生の指導ができてない塾って本当に多いんですよ、うん、だから、まあ、こ,のこのお姉ちゃんが、まあ、うちの久留米自習生に通ってたもんですからお姉ちゃんの紹介であそこだったらちゃんと面倒を見てもらえるよっていうようなことですねそれで高校3年生から、まあ、こにのちょうど今ぐらいですかね2月ぐらいから塾を変更してですねやっと来たんですけどももう。 ボロボロの状態でこれはいかんという状況だったんですよね。はい。だから、もう歴史は諦めて、もう社会は地理で、えー、西南学院大学とか共通テストを受けてます。はいで、国語が得意だったっていうのは救われましたね。うちのあの私が作っているえー、1000枚の受験マニュアルを読めば、国語の力のある子はもうそこで覚醒しますから、彼女は覚醒しました。 はい。で、えー、英語がボロボロという状態だったので、まずは学びエイドの林先生ですね。林哲人の中学校、英語かなっちうのをこれだけ受けてます。これだけ英語を受けました。うん、あの子はそれでもう英語バッチリですよ。もうこの先生神ですよ。本当に林先生ね。あのげあの答申の方では現代文の林先生は神かもしれませんけどね。この英語の先生、すごい。もうこれだけですよ。だからもう英語えらい苦しんでましたから。 うん、だけど、まあ、結局のところその中学校の英語から高校の英語に橋渡しをするところでつまずいていたのでこれをパチッとやったらですねもう英語の先生とかつけようかという風に私が相談したんですけれどもあいいです、いいですともう十分ですという感じで,です、ね、もう英語、これだけで解決なんですよやったーちゅうですね地理で,で受けるということになったので地理はですね、あのー、関谷先生のスタンダード地理を受けただけです、はい、それでもうバッチリ取れるようになっています。 というのも、こんな感じの点数になっています、えー。共通テストの点数ですね。もうチリもばっちり取れてますね、72点。はいで、えー、英語の方もボロボロだったけども、もちゃんと72点取れてるんですよ。リスニングも64点取れてるしです、ね、もうちゃんとあの立ち直りました。学びエイドでやっててですね。はいでここがもう得意だから、バチっと取れてます。はい ということで,でこの子はですね、人生勉強してなかったんですよ、人生捨てると、もう地理一強化でもう勝負すると。 こっちをしっかり取って、地理をしっかり取って、林生はまあほどほどの点数取っとけっちなういつもの私の作戦ですね。でそれで、えー、させてみたら、地理が難しくて、人生優しかったから点数逆転してしまっているという状況でですね、はいこれちょっと後で説明します。で、英語国語社会はもう大体もう学びえるでもうバッチリと、もうそれ以上はいりませんっていうような感じになってました。はい ということで、えー、数学と科学がですね、これ学びエイドかなり頑張ったんですけど、やっぱりそれではちょっと足りないなということで、結局、科学の先生をつけて、科学と数学をず,ずっと週に1回、1時間習ってました。はい、ですね、月に4回です。はい、ということで、えーまあ、クルメ自治スの先生を、科学の先生をつけてですねで、やっていたんですが、まあ、一応、学びエイドの方でも数学に関しては科学 香川先生ですねこの先生が一番いいです香川先生の数学基礎大全というのをやってであと数理哲人先生のおまあ微分積分のところだけですね受けてましたはいでやっぱりですね科学の質問途中からしなくなったんですよ数学ばっかり彼女は聞くようになりました というのも、もう科学の方がですね、すごい、もう科学のね、学びエイドの先生、全員受けたんじゃないかな、三上先生、鈴木先生、ぎら先生、ね、北陸先生、4人とも受けてるんですよ、科学基礎の授業ですね、全員受けてます、もうバッチリみたいな感じになったので科学の、科学の先生なんだけど、うちの科学の先生に教えてもらってたんだけど、科学の先生に、科学全然聞かなくなったんですよ。で、鈴木ばーっかり聞いててね。 すぐわかり聞いてました。はい、ということで、えー、結果的にあの科学に関しても、まあ、あの学び得るだけあれば十分かなという状況でした。だから数学だけはやっぱ大変だったので、ね、数学をフォローする上で、ずっとその、まあ、明前高校の数学のメジアンが分からない、難しい。フォーステップだって難しいですよ。だからフォーステップとかメジアンとかね、どんどん持っといてと、ねどう、ずっとず我々の方で対応しますから。で、えー 結果的に鹿児島大学の方が上で、坂大学の方が下なんですけれども、鹿児島大学は A 判定で、坂大が B 判定なんですよ。これ一体何なのかっていうと、まあ彼女はその法学部ですね。法学部希望なので、あの、坂大の場合は法学部がないので、経済学部の経済法学科かな。 あそこを考えてるわけですよ。そうすると経済学部ってね坂大学の経済学部の場合、えー、理科がないじゃないですかこんだけ理科頑張ったのに、ね、点数理科バッチリ取ってるのにそれで理科がないっちゅうたらやっぱり判定悪くなるんですよ、うん、で社会社会も一教化でいいとで社会がこれ逆だったらよかったんだけど 第2教科の社会が消えるもんだからですね、社会1個でいいから、地理だけでいいことになっちゃうわけですよね、第1科目で受けれる。で第2科目が取れないと思っていた臨性が取れちゃってたもんだから、78点がぼそっと切れる、ね、この理科も生物科学、バーっと消えてしまうんで、どうしても定めの方が判定辛くなっちゃうんですよね。鹿児島大学の方がこれが、この3つがあるもんだから、すごく判定がいいわけですよ。<laughs> ですね、いいですか。 はいそういうふうな、まあ、ネタばらしというかありますけどですね。はいということで、まあ,あのクルミジシュー室にで、ね、頑張りたいという人たちは来てみてください。学びエイドの使い方とかねこういうふうに受けるんよちいうのを、ね、いろいろ教えていきますからですね。はいということで、クルミジシュース私は経営しておりますがオンラインの家庭教師や学びエイドの映像授業など月額1万円からで提供していますよと。ね 英語、数学、科学、今のところちょっと、まあ、まだ受験が終わってないんでですね、パンパン状態なので、英語と数学と科学の授業だけを今提供しております。で、英語に関しては30分の授業で、えー、1万円という形ですね。だからできればあの、英語の授業は1時間受けて2万円とかですね、2時間受けて4万円とか、そんな感じで、ちょっとお30分じゃやっぱり短いですから、うんあの、ちゃんと受けてもらった方がいいかなと思ってます。 で科学の先生はさっき紹介したように数学も教えてるんで、ちょっと数学ばっかり教えてたかな、彼はね。<laughs> 数学と科学と週に1回1万円で1時間教えてたりしてます。はい、ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました、えー。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。で下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで、以上です。